後期二千六百年をことほぐ朝鮮日報を右に、天皇陛下、ご武則と、昭和天皇、皇順皇後,后の肖像、左に、後愛新達成紛役使名人血という南次郎総督の談話が掲載されている。国民総力朝鮮連盟は、日本統治時代の朝鮮における、新体制運動を担う組織として、朝鮮総督府の機関紙である毎日新報の、 社長であるサイリンを理事として1940年に結成された団体。1938年に結成された国民精神総動員朝鮮連盟の後ろ身で内地の体制翼散会に相当する団体である。朝鮮に在住する全住民が対象である。属地的組織であるため内地人も体制翼散会ではなく国民総力朝鮮連盟に入ることになっていた。 同義朝鮮の確立の理念のもと、緊迫する国際情勢に対応できる指導体制の確立を目指した。中央本部は朝鮮総督府に置かれ、総裁は朝鮮総督、副総裁は政務総監、顧問は朝鮮軍司令官、刑場帝国大学総長などがついた。地方組織として国民総力道連盟、国民総力士軍連盟、 愛国藩などが設置された。また、職域団体として、死ささぐ体などがあった。ありがとうございます。